さあ今回はですね、スラッシュアックス界最強武器と言われているコンクエスタ元気瓶スラック、こちら4人部隊ご覧いただきましょう。全く同じ装備4人でですね、同じスキルですね、同じスキル構成4人で、今回ベリオロスさんとジンオーガさん買っていきたいなというふうに思っております。この元気瓶っていうのがどんだけ強いかっていうのをね、皆さんにご覧いただきましょう。いや本当にね、素晴らしいですね、この元気瓶っていうのは。元気瓶、一応装備紹介はまた別でね、ソロの動画出してるんで、そっち見ていただければなというふうに思ってるんですが、まあ一言で言うとぶっ壊れ。さあ早速やっていきましょう。元気瓶っていうのは何かっていうと、相手を疲れやすくさせるっていう、まあそういうね、瓶ですね。疲れさすやすくさせて、でさらに、ひるませやすくもさせる、で気絶も取れると。さあとりあえずまずはね、今回のテーマ、ひたすら張り付く、パン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 していくと。ワールドの時はね、このパンパンゼミがね、めちゃくちゃいっぱいいましたからね。このパンパンゼミのこの戦法がやっぱり一番男のロマンだと思ってるんで、僕はひたすら張り付いてパンパンして、でバーンっていって、もう一回張り付きに行くと。これをひたすら今日は4人でやり続けるという、そういうお仕事。さあしっかりと外していく。さあスラッシュチャージャーで、スラッシュチャージャーもね、基本的にはガンガン使っていかないと、チャージ覚醒ゲージかがなくなっちゃうんで、覚醒ゲージじゃねえや、スラッシュゲージかがなくなっちゃうんで、ガンガン使っていきましょう。さあ動き回ります。この動き回るベリオロスも回避距離アップレベル3っていうスキルのおかげでめちゃくちゃ近づいていけるんです。ぐさあ外していくよ、しっかりと。やばい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 、あれ食らうとな、氷属性あれになるからめんどくさいんだよな。さあ外していくよ。そうひるみにまくるんでね、結構外しちゃうんですよね、張り付きを。さあこれもしっかりと回避距離アップレベル3でも即座にモンスターに張り付いていると。さあご了承していけ、バーンと。もう一回、さあこれちょっと一回スラッシュチャージして、おっと回避した、彼とフレーム回避をしていく。まあ今のは運ゲーですけど、さあこれで尻尾に張り付いていく。俺が最強だ、バーン、もう一回静か、疲れた疲れた疲れた、いけ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 、疲れたぞ、いけ、溜め直して、よしいいぞ。さあ V 破壊も入った。さあしっかりと溜まった、いけ、張り付け、パン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 、ドーン、もう一回もう一回遊べるドンといったところ。さあスラッシュチャージもしっかりと入れて、さあここでもう一回張り付いていくか。さあもう一回しつこく張り付いていく、どんだけ張り付くこいつら。さあ張り付いてしっかりと、あこれ逃げますね。これね、今回のライズのクソ仕様の1個言っていいですか。モンスター移動するとき貼り付けなくなったっていう、ワールドの時だと貼り付けたんですよ。これ貼り付けんくなったっていうのは解約なんで、次回のアップデートまでに絶対に直してください。気持ちよくないんで、どうして俺に気持ちよくデュエルさせねえんだということなんで、絶対に直してください。これは今すぐにでも、移動してる最中に貼り付けないの意味わかんないんで、はい、カプコンへの要望は以上です。さあ、今回はちなみに猫はね、ブンドリ猫を全員連れてきてるんで、犬なんていうものは存在しません。犬で移動なんていう概念はもう存在しません、このモンスターハンターライズには。ブンドリ猫絶対強いんで、ブンドリ猫にした方がいいですよ皆さん。そしてさあもう一回外した、スラッシュチャージして追いかける、もう一回追いかける、スラッシュチャージして貼り付け、よしいいぞ、いけいけいけ、ご利用した、いいぞ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 、パーン、もう一回もう一回行こう、もう一回行こう。さあ尻尾切れた、いいぞ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 、ボコボコだ、ベリオロスがボコボコだ。さあこれは調子おったか、大丈夫だ、全然いける、これが元気瓶スラック。さあ尻尾に張り付いていきたいのか、龍選手、龍選手まだ溜まってませんでしたね、龍選手まだ溜まっておりません。若干たまに溜まりにちょっとぐだりましたけど、やばい。さあこれは調子に乗りました。元気瓶なんで、でも溜まりやすい、強撃瓶とかいれば全然溜まりやすいんで全然問題ない、はい、全く問題はない。元気瓶とか麻痺瓶とか毒瓶はすごい溜まりやすいんで、集中とか詰めなくてもいいですね。強撃瓶つけてる場合は集中とかあってもいいかもしれないですけど、
まあでも集中とか入れてもそんなにね大きく変わるわけじゃないんでね、僕あんまり集中は否定派ですね。スラッシュアックスではそんなに変わんないんで、覚醒はさせやすさで、スラッシュチャージをして一回待ちましょう。砥石もしてスラッシュチャージもしてしっかりとダウンするところを待って、でここでしっかりめにちょっと顔いけなかったんで、まあ、シンプルに投げると。さあ磯根美久に先生来た、パン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 ドーン、もう一回、あちょっと外したな。これもう一回目はね当たらないとダメですね。当たるとね結構のダメージ稼げるんで。さあ総流状態になった、磯根美久に乗っていく。さあもう瀕死だ、瀕死だが、あの捕まえるとかいうね甘えた行動はしません我々。あのパン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 ドーン、メインターゲットを達成しましたっていうのをちょっと味わいたいんで、みんな全員パンパンで殺したいっていうね気持ちを持ってやってますんでね、捕獲ランっていうクソ甘えた行為はしません。さあ行きましょう、イソネミクニの大技をしていく。さあ誰が、あっとおっと、メインターゲットを達成してしまった。これちょっと閉まりませんでしたが、パン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 ドーンでメインターゲットが達成できるとね本当に気持ちいいんでね、あれやってる時アドレナリン多分ね 5億ミリリットルぐらい出てるから、めちゃくちゃ気持ちいいですね。あれあの瞬間のためだけにモンスターハンターライズやってるまでありますね。さあというわけでベリオロス選手が何分で枯れたかというと6分4秒ですね。6分4秒、最強か。さあ引き続いて陣オーガ戦やっていきましょう。スラッシュアックス部隊ミルクでもらおうか。さあまずはお薬をね出しておきますね。キシンアクレでも飲んでいく。いや本当にこの武器最強だ、マジで強い、今作最強スラッシュアックスと言ってもいいと思うわ。で装備紹介の詳細はね別で動画出してるんで、よかったら見てくださいそっち。はい、そっからスキル変わっておりません。もうね元気瓶ね楽しくてやめらんないね、元気瓶スラークマジでやめられない、カッパ店みたいなもんよ。さあベリオロス戦、あベリオロスじゃないわ、ジンオーガ先生いました。さあまずはね貯めていきましょう、しっかりと。でさっきも言ったように元気瓶のいいところは溜まりやすいというところですね。まあ結構、まあ、適当に切ってればもうそのうち溜まってます。はい、もう溜まりました、いきましょう、張り付いて、あー頭じゃない、頭が弱点なんでねこの人は。まあ基本的には頭に張り付いていきたいといったところ。さあもう一回いく、もちろんもう一回いく、これ調子の危ないよ、危ないね、調子乗るとね被弾するんでね、あこれも危ないね、調子乗ったね、これまずいね。さあただ、張り付いてるんじゃない、ひるむんでるんであんまり関係ない。さあしっかり目に外していく、これ元気瓶めっちゃひるむんで張り付き失敗してるの結構あります、なんか強すぎて。さあ試させねえぞ、絶対にひるませろひるませろ、いけひるませろひるませろひるませろ、いいぞ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 。さあエフェクトがやばすぎて何が起こってるかわからない。さあ気絶入った、これが元気の強いところ、元気瓶は気絶しもちょっとだけ溜まるんですよ、なんで頭攻撃してればそのうち気絶します、最強です。疲れさせる、ひるませやすくする気絶入るとバカ強い、ぶっ壊れとるわ。さあ絶対に逃がさない、絶対に逃がさない、陣王側は絶対に逃がさない、僕は君が泣くまで殴るのをやめない。さあスラッシュチャージャーをしっかりと入れていく。さあ回復した、ちょっと体力もやばいが、さあ一回張り付いていく、もう一回いけ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 、ゴリ押ししていけ。で今回ねみんなゴリ押ししてるんで、生命の粉塵とか生命の大粉塵をいっぱい使ってでカバーをするようにしております。さあいけいけ、あーっと止まっていなかった龍選手、これはプレミだ、はまっていなかった。さあ大粉塵を巻いていく、これね大粉塵巻くっていうのがプレイング的には大事、一番スラッシュアックスは、スラッシュアックスって全員大体ゴリ押ししてるんですよ、なんですぐやべえやべえ、めっちゃ悲惨してる、やばいやばい、気絶した気絶した、まずい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 、一応気絶再生も入れてるんでね。これね何がやばいってね、あ疲れた疲れた疲れた、いけいけ、今だ、あ切った、オッケーナイス、尻尾切れた、そりゃこんだけ破裂してパンパンやってたらそれ切れるわな、やばいまずい、ちゃんとね動きは見ながらね。さあ張り付いていく、おっと逃げますね、これこの仕様ほんとどうにかしてほしいな、これなんか逃げるときに張り付けないっていう仕様気持ちよくないから、ほんとにこれ切れ味がなこの武器一番の課題ですね、
ハイキューラップレベル3をね、抜けば切れ味のカバースキルとか弱点特攻に抜けば切れ味のカバースキルとか入れられるかなとは思うんですけどね。まあ、ちょっと階級ラップレベル3気持ちよすぎてちょっとですね、抜けないというそういう話です。あと技物って弾ないんだよな、装飾品がないんで、ちょっと、ね、それもね、若干アドソンですよね。だから防具とかでつけないといけないから、合石とかちょっと若干その技物とか合人研磨とかあの辺中入れにくいんですよね、あのスキルとして。さあ溜まってますよ。さあ逆さあ張り付いていく。さあ同時張り付きだ、二人同時張り付きだ、いけパー、もう一回いけ、いやーもう一回いけ、よしいいぞ、腕じゃねえさん、また同時張り付きだ、いけ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 、トーン気持ちいい、めちゃくちゃ気持ちいい。さあ我が身近かった、いいぞ、いけ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 、さあ頭に張り付けるか今度は、よしいった、頭張り付きだ、うおーパーン、もう一回、あこれでたまりづらくなりましたね。あ総流待機状態きた、さあ総流待機状態入った。さあこれは3個あるんで全部で、4回壁にぶつかりますね。3回目もう1回ある、4回目と。さあここでパン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 ドーンを押したところ、さあ空中リロード入った、空中リロードうまい、これはプロハン。さあしっかりと溜めていきたいといったところ、あたまんない、いいぞ、貼り付け貼り付け、いいぞいいぞ、いけ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 、パンパン、終われ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 終わらない。ゴリ押ししていく、リュウ選手その体力大丈夫か、あ生命の封じ入った、さあ瀕死だ、いけ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 、いいぞいけ、あー頭失敗、頭張り付き失敗、パン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 ドーン、もう一回ゴリ押ししていけ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 、うおらこれが男のロマン舞台、これやばいですね、これちょっと体力さすがにやばい、体力さすがにやばい、まだ行くんすか先生、まだ行くんすか、行くんすか行くんすか、危ないっすよその体力は、それはやばいっす、行くんすか、やばいってその体力は、回復した方がいいって、ゴリ押ししすぎだろこのおじさんいやこれがスラッシュアックスですね、この最後のゴリ押し感がスラッシュアックスかってやばいっすね。いやほんとなんか何やっても僕って脳筋になっちゃうんですよね、なんてなんでしょうかね、性格ですねこれね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか、今これで陣王が何分ぐらいだろうな、まあ多分まあ5分台ぐらいですかなんですけども、まあ、今見ていただいたら分かる通り、気持ちよくなるためだけの装備なんで、皆さんも気持ちよくなりたければ作ってください。であともうちょっと切れ味のカバーのスキルを入れた方がいいですね、基本的には。はい、砥石を高速化やってる時間ちょっともったいないみたいなところもあるんで、はい、というわけで、動画気に入っていただけましたらぜひグッドボタンとチャンネル登録をお待ちしております。一緒に狩りがしたい方はメンバーシップ登録をぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でねお会いしましょう。で最後にちょっとおまけなんですけども、この猫ですね、犬じゃなくて猫連れてください、猫連れてブンドリ猫連れてってください。このブンドリで弾ゲットできることあるんですよ、なんでこれ絶対やった方がいいと思うんですよね、この猫のスキルは。なんで犬じゃなくて猫を連れていくっていうことを意識して、これからはね主導していただければというふうに思ってます。